武蔵浦和ラーメンアカデミー地図武蔵浦和ラーメンアカデミーは埼玉市南区の武蔵浦和駅前にあるラーメンに関する入場料無料のフードテーマパーク。武蔵浦和駅西口を出たペデストリアンデッキ沿いにあるが接続はされていないので一度デッキを降りて入館する。2020年現在、ラーメン店は1店も入居していない状態となっている。 新横浜ラーメン博物館の成功を受けて、浦和の地場ゼネコンである UDK が、社有地を利用して2003年11月19日にオープンした。オープン当時の新聞記事では、全国的にも、例のない、先進的なラーメン店を集結させたテーマ型ラーメン、特化施設、都県に、新しいラーメン家の伝道の実現を指す、新しい埼玉の顔として、人気を呼びそうなどと報じられ、 オープン式典には、埼玉県知事の上田誠二埼玉市長の相川総一が出席した。再開発地区内にあり、新事業が立ち上がるまで5年から10年程度の期間、限定営業を見込んでいるとしており、オープン当時は、住宅地であった武蔵浦和駅前を5年以内に、商業を地域化させる目的で、話題性の高いラーメン集合施設の建設を決めた、店屋。 都内からのアクセスの良さ、県内にテーマ型飲食施設が少ないため話題性になる点が報じられた。企画は商業施設のコンサルタント会社であるビジュアルジャパンが担当した。全国各地のラーメン店など5から6店舗が出店、校舎をイメージした2階建てビルの2階部分にラーメン店が入居し、1店舗につき面積は約70平方メートル、席数は21席。 出店契約期間は1年となっていた。ラーメン店同士の競争を促し施設の新鮮さを常に保つために店舗間で年間売り上げなどを競わせ、会の2店舗は毎年新規店舗との入れ替えを行うサバイバル方式を特徴としており、日経ビジネスではこれを常連客を飽きさせないための新たな思考と報じていた。オープン時に出店した6店舗は、 全国から応募した40店から選ばれ、翌年の入れ替えを狙って、先行に漏れた店舗が出店の打診や、順番待ちをするところもあったという。激しい店舗入れ替えに対応すべく、厨房意識は備え付けで、参加店側は鍋、釜、スタッフを用意するだけでよく、店舗の大規模改装は禁止となっていた。各店舗には2ヶ月ごとに、 新メニューを追加することが義務付けられていたほか、評論家や一般客で評価委員会を作り、新作メニューや接客対応など複数の評価項目から通信簿作成、各店舗の評価を行うイベントも行われていた。退店の際は、卒業という表現を使用していた。初年度来場者は125万人、年賞10億円を見込んでいたが、実際の入場者は、 約70万人に止まった。当初は出店店舗について有名でも多店舗展開している店は避ける。ラーメンファンの間では有名だが、チェーン店化されていないことを基本理念としていたが、実際の入場者数を鑑みて方針を転換。オープン1年後の2004年11月にはリニューアルを実施した。2009年3月より施設名を ラーメン管名店巡りに変更していた。経営面については、住宅新報に掲載された日本武道産鑑定士協会連合会広報委員の団として、店舗を入れ替えて、新陳代謝を良くして成功しているとの評価もあった。その後閉店が相次ぎ、2020年現在は、居酒屋とカラオケ店が入居するのみで、ラーメン店が1店舗も出店していない状態となっている。 当施設は都市再生機構が施行する再開発事業、武蔵浦和駅第一外区第一種市街地再開発事業にて隣接するケーズ電機武蔵浦和店とともに第一 a 地区を形成するが2006年発表の都市計画案では当地区は再開発地域から外れた。その後2019年に武蔵浦和駅前計画として ケーズ電気跡地に18階建て高層マンションが建設されることが明らかとなった。ありがとうございます。